北条三郎を人質として差し出し、上杉と和議を結んだ。三郎は謙信の養子という破格の待遇で迎えられた。これにより北条と上杉の敵対関係は解消される。関東に一時の平穏が訪れた。だが、 氏康を悩ます事件が西方で勃発する。今川義元亡き後、その今川から独立した徳川家康が遠州の覇権を得るべく動き出したのである。徳川軍は今川の後継氏真のこもる城に押し寄せた。氏真は盟友である 北条家に助けを求める。氏康は再び家族と共に氏真を救うべく駆けつけた。そこには九州を滅ぼさんと鬼と化した家康がいた。 関東の将 東京海防衛戦。こりゃ。 神さんの実家もぼちぼち危ねえかな。父上、今川家のいいナオトラ殿が出迎えに参られたようです。いいナオトラ、いい男っぽい名前。いいナオトラです。女かい！え、すみません、なんかすみません。で、いいの嬢ちゃん。 この先どうすんだ？今川に尽くしても先はなさそうだぜ。いきなりそんなこと聞きますか。これから戦おうって家康も元は今川で世話になってた小僧だ。そいつが今容赦なく今川を潰そうとしてやがる。うさんくせえ信玄の野郎もそうさ。息子切って上洛目指してるってよ。 乱世は至るところに鬼を生む。だがそれくらいの覚悟がなけりゃ志は貫けねえってこった。私は鬼は大嫌いです。まあんなやつもいるけどな。 神の獅子、吠えるぜ。いらっしゃいませ。ありがとう。 しっかり囲まれちまいやがって。練習を行うのは骨だ。今川から離れるならば今であろう。門を開け、徳川軍を引き入れよ。
ナオトラ、あんたまで急に寝返って背中からバッタリとかなしだからね。 敵将、ぶっちゃっといたぜ。 ためなら、えんやからね。敵将、撃っちゃっといたぜ。
手強いようだ。やむを得ん。突然の進ませよ。
脱出を企てておるじゃ。これは一大事。氏真を捕らえろ。 敵将、撃っちゃっといたぜ。
これにて一件落着ってわけにはいかねえか。会にはうさんくせえ野郎も控えてるしな。家を滅ぼそうとするなんて、家康はやっぱり鬼よ。違うね、違う。あ、すいません。やめて。乱世に善悪を論じたって答えは出ない。ナオトラさんの家だっていろいろと事情を抱えているようだし。はい、吉本様が亡くなった今川家には遠州を守り抜くだけの力が。かといって小さな井伊家だけでは徳川や武田に対抗のしようがありませんから。今日の味方が明日には敵になることもある。悲しいけどそういう時代なの。カーッツ！そうやって物分かりよく諦めちゃうのって私は嫌ですから。絶対。なんか甲斐さんって激しいな。でもちょっとかっこいいかも。そうなの、男前なの。